市民団体止めよう戦争への道100万人署名運動宮城県連絡会のメンバー6人は今日航空自衛隊松島基地を訪れ訓練を中止するよう基地の担当者に申し入れました。アメリカ軍は今月7日から大規模演習バリアントシールドを行っていて自衛隊が初めて参加しています。演習では松島基地が拠点となりアメリカ軍の F-16 戦闘機が飛来するほかアメリカ兵などおよそ100人が展開します。このため市民団体は国際間の軍事的緊張が高まり住民の生活や安全に影響を及ぼすなどとして基地での訓練を中止するよう求めています。日本が軍事化していくということを一番懸念しています。自衛隊の参加をやめること、もうここで中止するっていうそういう決断をしてもらいたいと思ってまいりました。内容をしっかり確認させていただき上級部隊に報告いたします。松島基地での訓練は明日から今月17日までの予定で市民団体は東松島市にも同様の申し入れを行いました。